ハ八花鳥はッカチョウは、ムクドリカのうち内八花鳥族アクリダテレスに分類される鳥類の一種。原産地は、中国大陸南部、及びインドシナ半島。国別で言えば、中華人民共和国中部地域及び、南部地域、台湾、ベトナム、ラオス、ミャンマーに分布する。日本では、江戸時代から輸入された外来種である。観察された地域は、 東京、神奈川、大阪、兵庫、福島、栃木、愛知、大阪、京都、和歌山、香川、鹿児島、先島。神奈川、兵庫などでは繁殖の記録もある。なお、沖縄県与那国島、鹿児島県など南日本での観察記録は、台湾などから飛来した名庁の可能性もある。カナダでは、移入されたものが外来種として繁殖し、問題となっている。 全長は約26から27センチメートル。ムクドリ台である。全身の色は黒い。翼には大きな白い斑点があり、飛翔する際によく目立つ。下尾筒の羽根、円筒刃の先端が白い。突き出した関羽が頭部前方を飾っているのが特徴的である。くちばしの色は大色、死は暗黄色。この翼の斑点と頭部の飾り輪によって、 識別は容易。植生は雑食で、植物の種子等のほかタニシなど、陸生貝類、ケラなど地中生の昆虫、甲虫類とその幼虫、イナゴ等のバッタ類である。ムクドリと同様の群れを作る例もある。鳴き声は、澄んだ声で様々な音を出す。モノマネもする習性がある。人によく懐き、貝鳥とされる。ジンゴなどを真似るということでも親しまれている。 マレーシアやシンガポールなどの都市部では鳩や、スズメ以上に、街中でよく見かける鳥であり、ホーカーセンターでの食事中でも人を全く怖がる。様子もなく、近づいてきては食べ残しをすなどっている。海分類海分類は三亜種が知られている。和名などは、未確認。中国では、人によく懐き、人口を真似るということで親しまれている。花鳥図などの題材にもされる。 また、羽毛と内臓を取り除いた蜂歌鳥は漢方薬として利用される。日本では蜂歌鳥を買うとする習慣は江戸時代に広まった。江戸初期において国谷の投稿は蜂歌鳥の図柄を磁器に焼き付け、絵師伊藤若忠はその手になる。録音寺大書院障壁画の一枚に蜂歌鳥を描いている。京都、録音寺所像、上天閣美術館保管。 標準和名は、八花鳥、その漢字表記は、八歌鳥。一生に、初八鳥八及び、花鳥とそれらの読み、母鳥、イコールの政治体及び、イコール全員例に、同じとそれらの読み、苦欲、小級館長とその読み、小級館長がある。主要原産地の一つである中国では、八歌の仲間の代表的一種としてのその名、八花の他にも、両家。 イコールの主義自体、カンサツキ、イコール全員例に、同じ、ガレー、大鳥島八花、中国大鳥島八花、及び、台湾和種に、固有の、カレーに、故障の、畑治療といった、数多くの名で呼ばれている。英語名クレステッドマイネの語義は、クレストのマイネ、関羽を備えたムクドリである。ありがとうございます。